四角形の布、そしてそれを作るアプリケシート、本体の表の布、裏の布、八角形を作った上に乗せる土台布、紐通し、紐、そしてスナップです。アプリケシートは片側がキラキラと光っていて、片面だけにのりがついています。半透明なので、こう上に置くと図案が見えます。これで図案を鉛筆で写してください。そしてそれぞれをカットしてください。布の面をキラキラした方につけて、アイロンでしっかりとアプリケシートを布につけてください。布は裏側につけます。カットする時ですが、5mm ぐらいの縫い代を残してカットしてください。コーナーはみんな丸くカットしてください。では縫い代を畳んでいきます。縫い代のところだけをこの布用の糊でつけていきます。こちらはスペインのアプリケの棒ですけども、これは型紙が大きいので手でも倒すことができます。じゃあ倒していきます。こういう角のところはちょっと折り山線をつけるととても綺麗に畳めます。ですので下は柔らかいシートか、もしくはノートの上で作業するととてもいいです。では順に倒していきましょう。縫い代が倒れました。それぞれの数を作って、また同じように縫い代を倒してください。縫い代を倒しました。ではこのパーツとこのパーツをつけていきます。色がこんなに違うので、赤の糸にしようかな、ブルーの糸にしようかなって悩まれるかもしれません。どちらの糸でも目立ちますよね。なのでおすすめがこちらの糸、とっても細い100番の糸になります。この糸だったらどの生地でも目立つことがなくて綺麗に縫うことができます。ただこの糸とっても細いので、縫っているうちに針でスルスルと抜けていってしまいます。それで糸を通したら見えますかね。ここで固結び1回2回と湯わいていただくと糸が動きません。とっても細い糸なので、玉も大きく作ってください。これですね、この玉です。では巻きかがりしていきます。中表にして端を合わせて、ここで布の頭をすくって巻きかがりしていきます。こういうふうに縫っていってください。八角形と四角形がつながりました。中はアプリケペーパーなので自由に動きますので、お好きなところからつなげていってください。アプリケペーパーは取らずにこのまんま置いといてください。
蓋の土台布を作ります。返し口、ここだけ残してこちら側は輪です。こう縫ってここの返し口から表に返します。土台布が縫い上がりました。では先ほど作った八角形、こちらをこの上に乗せて、そして縦まつりでつけていきましょう。スナップ用にもう一つ四角を作りましょう。とも布で4等分に畳むと、この内側に入るサイズの布を用意してください。では真ん中に穴を開けます。目打ちで全部通るように穴を開けてください。かなり大きな穴じゃないとスナップは通らないので、反対側からも穴を開けます。スナップを4等分に折った方から差し込んで、こちら側に足を出します。そして留めを入れます。そしたらグッ、あら、パチンと言いましたね。これでスナップが簡単につきました。スナップのついた四角を乗せて、周りをまつってつけます。キットの中に紐通し布が入っています。こちらは2本分ですので、ここでカットしてください。両側を5ミリずつ畳んで三つ折りにして、ここを縫ってください。両側なので反対側もお願いします。縫えたら半分に折ってアイロンでしっかり畳んでください。本体の表の生地、こちらに型紙のサイズを書きます。そして縫い代7ミリでカットしていきましょう。カットした生地を半分に折って折り目をつけておきます。そしてこの紐も半分に折って真ん中を見つけます。この真ん中の折り山とこちらの折ったところを合わせます。そして待ち針を打っていきます。円なので少し丁寧に待ち針を打っていきましょう。待ち針が打てました。ここの出来上がり線よりもちょっと上をしつけをかけると、後でそのしつけの糸を取ることがありません。こちらが半分ができたら、同じように反対側も待ち針で留めてしつけをかけてください。中心から紐通しをつけているので、両側のこの間隔が同じ間隔で仕上げることができます。では裏布を表のサイズにカットしていきましょう。裏布がカットできました。では
返し口を作ってみましょう。裏側の方にバイアス目にカットしていきます。この時表布を切らないように気をつけてね。返し口がカットできました。あまり大きい返し口ではないので、ここから丁寧に表に返していきます。割と一番遠い辺をつまんで表に出して、優しく回しながら回しながら丁寧に返していくと、きれいに表に返ります。表に返してアイロンをかけました。形が整いましたね。このカットした返し口は残ったこの生地でアップリケしてください。平らなうちに蓋付け位置に蓋を立てまつりでつけていきましょう。こちらのスナップもつけていきましょう。裏布と同じ生地、この共布で畳んで畳んで、そしてまた畳んで畳んで、こちらのスナップと同じように力布をつけて、こちら目打ちで穴を開けて、本体にも穴を開けてつけていきます。つけるとこんな感じになります。キットの中に紐が入っています。これは2本分ですので、真ん中でカットしてください。この紐ちょっと動きが悪くて癖があるので、私はこの中に入ってるこれです、この芯を抜いちゃいます。この芯を抜いても全然紐自体は弱くならないので、ちょっと抜いてみましょう。中の芯を抜いてみました。こんなに柔らかくなるんですよ。こちらはまだ抜いてない方です。抜いても弱くならないので、抜くと柔らかくなるからおすすめです。柔らかくなった紐を本体につけていきましょう。紐同士の中に入れていきます。紐が通ったら先端を揃えて糸結びします。解けないようにキューッと結びましょう。そうしたら今度は反対側から入れていきます。今度はこちらから紐を入れてきます。また紐を通しましょう。紐が通りました。ねえねえオリビア、この蓋がピンクだったり黄色だったりパターンが違うと、また随分変わった雰囲気になると思わない？あなたらしい好きな色で作ってもらえると嬉しいな。口が大きいので中に入っているものがよく見えて探しやすいです。そしてしまうときはキュッと引っ張って紐を結わいて
そしてパチンと閉めたら簡単に持ち運びできます。皆さんも作ってみてください。